遠形東山北駅は神奈川県足柄上郡山北町向原にある東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB05、山北町の南東に位置する向原地区にある駅。地元の西岸によって戦後の1956年12月に新設された駅である。当駅の開業と同じ日に2つ隣の相模金須駅も開業した。 1970年8月に神奈川県立三北高等学校が駅近くに移転してからは多くの通学者に利用されている。また三北駅よりも1日あたり200人ほど乗車人員が多くなっている。東山北駅開設費ホーム上にはこの駅の開設を記念した石碑が立っている。以下に碑文を示す。向井原区民が 他年の宿望であった本駅新設の請願は、敵、ティーゼルカー前線運転の後期に再開して、衆議一決直ちに本会の成立を見、続いて、三北町議会の採択を、三北町交通改善研究会の絶大な、講演によって一年夕飯の短期間にしかも、最小限の公費をもって実現されるに至った、当駅の解説はただに、 一般乗降者の利便のみに止まらずさらに金号の動力資源だる水力発電の利用とその優秀性を誇る水質及び諸資材の活用が付近の地理的環境と相まって将来必ず町の産業振興に宿りきともしうるものと確信するものであるしか今町と国鉄当局と地元民の協力に頼って調整の進展と駅税の向上進展を着せられん。 ことを絶望してやまない。この事業の遂行にあたり我々の先行あるいは先輩の深遠な配慮とロークがよく偉大な交際を発揮したことを想起しここに深く敬意と感謝の誠を、卑歴して構成に伝える昭和31年12月25日、向原新駅設置規制同盟会短式ホーム一面一線のみを持つ地上駅。ホームは線路の南側に置かれている。 無人駅であり、管理駅の松田駅が当駅を管理している。三北町統計所によると、2018年度の1日平均乗車人員は793人で、ある近年の推移は以下の通りである。ありがとうございます。